デスティネーションキャンペーンは地域の魅力を再発見する機会でもあります。こちらが2015年のデスティネーションキャンペーンの時に土湯温泉で発酵料理を手掛けましょうということで始めました。土湯温泉の旅館ニューオーギアで宿泊客に提供されているメニュー、源泉で作った温泉卵の卵黄味噌漬けや甘麹のヨーグルトなどは前回のデスティネーションキャンペーンをきっかけに生まれました。発酵食品で土湯温泉を盛り上げようと各旅館で新しいメニューを開発、今では人気メニューとして定着しました。旅館が一体となってお客様のお迎えをするというその気持ちの盛り上がりを当時も作ることができたかと思います。また何でしょう、連帯感があったっていう感じですかね。現在もコロナ禍前の8割ほどにとどまる宿泊客、2年後のキャンペーンに向けて新たなおもてなしを考えながら県の内外そして海外からも多くの観光客が訪れることを期待しています。お客様にも福島に行ってみよう、楽しみにしていただけるような形でおもてなしを考えていきたいなと思っております。デスティネーションキャンペーン今から楽しみです、ね、しかも9年前と比べて県内で常磐線や只見線全線再開通したという明るい話題も加わってますからね。来年の4月からはプレキャンペーンも始まるということで今回も大きな盛り上がりを期待したいです。